筆箱筆箱の外観様々な筆箱閉じた状態の筆箱筆箱とは、鉛筆、シャープペンシル、消しゴム、定規、修正テープ、ハサミなどを入れるものである。筆入れ、ペンケースとも称される。主に学校へ筆記用具を持っていくために使用する。昭和40年代には、小学生向きに電子ロックなる製品が登場し、裏表に開閉扉がつくもの、扉に、 シャッター機構を採用し、一瞬に開くものなどが登場し、昭和50年代には変形する、等、筆箱の玩具化が目立った時期もあった。しかしそれは後に、子供の価値観が変化していく時代の推移に伴い、衰退している。かつてはセルロイドによるものが多かった。ブリキ製のものも伝統的で現在も一定数の金属製のものがある。現在は、 プラスチック製の箱や布製のものがほとんどである。他に、ポリエンカビニル製や比較、人造比較もある。形式も様々で、伝統的なものは、弁当箱のような入れ子式の蓋を持つもので、中には鉛筆を入れる、仕切りなどがある。布製のものは横に長い財布のような構造で、入れ口はファスナーで開閉する。ビニール製のものでできている鉛筆削りを内蔵したもの、 キャラクターやブランド名の入ったものもある。ありがとうございます。